こんにちは、こんばんは、ホビドワです。スレイザースパイアプレス再開していきたいと思います。ということで、今回から次のこの前回アンロックしたキャラクターを使っていきたいと思います。ということで、こいつサイレント、霧の国から来た女殺し屋、やっぱり女性なんだ。探検と毒で敵をほふる。探検と毒か、俺的にシャーマン的な位置づけで魔法を使ってくるキャラクターだと思ってるんだけど、ちょっと違うみたいだね。初期から所持しているレリックは蛇の指輪、戦闘開始カード2枚を追加で引く。どうかな、前回のキャラクターよりはトリッキーな感じになるだろうか。早めに攻めて早めに倒せという感じのキャラクターになってしまうのかな。前回に使ったアイアンクラッドというキャラクターは戦闘終了後に HP を6回復させるというかなり有効な効果を持ったレリックを持っていたんだけど、こいつはカード2枚引くというのがあるのは当然攻撃的とかにはいいんだけど、あれなんだよな、エナジーの量が3つしかないからあんまり引けてもねっていう問題はあります。こんにちは、また君か。私が君を呼び戻した。あいつ毎回言うこと違うのかな、ちょいと気になる。さて、どこから進むべきか。ここに宝があるんだけど、お、ここら辺良さそうだな。敵との戦闘回数が多い。序盤はカードを集めたいという理由もあって戦闘回数が多い方向を狙いたい。ということで左側からプレイしていこう。前回も左だったような気が。お前がカラス。さて、こいつのデッキどんな感じなんだろう。見てみよう。防御5のブロック超える。あ、普通だね。ストライク6のダメージを与える。防御サバイバー8のブロックを得る。カードを1枚捨てる。捨てるんだ、破棄するじゃないんだね。ストライクとかもあるし、あの通常のアイアンクラッドを使用している時と同じような感覚だな。あ、デバフをやってくるっぽいから通常攻撃しようと。やはり初期から所持しているエナジーの量も普通ですね。ということでブロック使うだけ使って短終了。どうせ捨てられるしね。おまじない。私の力に並ぶものなどいない。何をおっしゃいますか。3のダメージを与える。脱力1を与える。与えてしまおう。脱力。ブロックをしよう。ダメージを負いたくない。回復がないしね。この彼でプレイする、彼女か。で、プレイするときは特に気をつけなくてはいけないのは HP だな。回復のしようがないからね。無力か1だからな。はい、防御防御。無力か、消費が0なのがいいよね。わ、攻撃がどんどん上がる。早めに倒そうか。あ、早めに倒したいけどできないな。こいつこのターンはパス。さらに防御、ダメージを負いたくないでござる。これ各ターン3ずつか。あぶねあぶね。さて、ストライクで倒せるので気にせず倒してしまおう。とりあえずノーダメージで倒したぞ。あいつほっとくとマジでやべえな。さて、窒息12のダメージを与える。このターンでカードを使用するたびターゲットの敵がHP3 を失う。ただ2なのでそれほど使えないんだよね。弱体99を与える。弱体中の敵はアタックで受けるダメージが 50% 増加する。先週はデッキから取り除く。弱体 99? え、マジでずっと。おお、ダガースロー9のダメージを与える。カード1枚引き、1枚捨てる。ああ、引いて捨てるんだ。なるほどなるほど。これどっちも有効だな。ダメージを与えないけど弱体を与えるか。99ってもう当てたらずっとなってますよっていうようなもんだよね。どうしよう、ダガースローも欲しいな。ダメージ足りないし、ここはダガースローにしとこう。あの弱体は機械があったら取ろう。さて、何かのイベントだろうか。小綺麗な身なりをした陽気なグレムリンに出会った。さあ、ルーレットの時間だよ。準備はいいかな。もちろんいいよね。あ、プレイで、うわ、俺こういう運が絡むものダメなんだよね。自分で言うのもなんだけど。ほら、見たことか。呪われたカードか。どうやら呪いを当ててしまったようだね。よくないな、仕方ない。次回の幸運祈りは商品呪い。はい、勝負か。ターン終了時に2のダメージを受ける。最悪だ。
敵を可能な限り早めにアップハイアッタ。単種類に2のダメージを与える。最悪だ。脱力、サバイバー。あ、これで。ブロックだろ？腐敗、捨てます。これでダメージを負わずに済む。いや、まあ、あとは別に使わなくてもいいので、このままで。脱力か。脱力解除。ダガースロー、どうしようかな。アタックで与えるダメージが減少。えい。こいつでコーヒー。あ、引いてから捨てるんだね。素晴らしい。着実に防御はさせてもらおう。ダメージを痛くない。ああ、腐敗きた。お、ダガースロー、いいタイミング。もちろんこいつさ。こんなものいらねえ。ということで、ブロックブロックか、ここは。あ、やっても意味なかったわ、今。まあいいや、ブロック。2のダメージを負ってしまうな。あ、そっか、これがついてるんだった、脱力。ごめんごめん、防御力を下げるやつだと勘違いした。なぜかわかんないけど、ちょっとそう思ったんだ。ストライク。ダメージをちまちまと与えていくスタイル。ダガースローとサバイバーが同時に来てしまった。ちょっとまずい。サバイバー、どうしようかな。まあ今はいらない子だろう。ストライク決定。防御と腐敗が多分手札に来るな。捨てようがないな。このターン勝てるならばいいけど。無力化と、あ、ストライク、あ、ダメか。ダメージ落ちちゃうな。あ、いける。あれ、ダメージ与えるんだった、ちょっと。よかった。カード。ダッシュ。10のブロックを得る。10のダメージを与える。あ、結構強力。5のダメージを与える。毒3を与える。ターン開始時、毒状態の敵はダメージを受ける。毎ターン、毒は1減少する。雲隠れ、5のブロックを得る。次のターン終了時にブロックを失わない。強力だな。ダッシュをでも取っておこうか。攻撃と防御両方に使えるからな。雲隠れはでもいいね。ヘイブラザー。何売ってるんだい？なんか強力そのもの売ってるけど。ヤンフだからスキルを1枚やる。手札に加える。発揮。シークレットテクニック。いいね。直感4のブロックを得る。口出し7のダメージを X 回与える。強いな。ダマシュチ11のダメージを与える。必ず手札に来るが即捨てないといけないか。こいつは使えるな。あー、ただこれが欲しいんだよね。あ、この色はなんだ。バーストスキル。このターン次に使用するスキルは2回使用される。おー、いいね。ランダムな敵に毒酸を3回与える。こいつとこいつ欲しいよ。あー、これお金ないからどちらにしろ買えないけど。ターン開始時ナイフを1枚手札に加える。ターン開始時手札、あー、常にってこと。コストのアタックカード終時に発揮する。ナイフはゼロコストのアタックカード終時に発揮する。欲しいな。困ったな。ただこれ使わないといけないんだよ今回。これでこれ灰を取り除く。で、丸々買えなくなってしまうんだよね。これだけでも買っておこうかな。現状、お金自体が全くないので、これ、売ったりとかできない？ダメだよね。しょうがない。これ買っておこう。現状、アタックカードなどもないので、買っておいて損はないだろうということで立ち去ろう。ゴールド大好き。俺もだよ。丸くなる。ダメージ。この敵が予定したアタック70ダメージ。ダメージを受けた時に丸々4のブロックを得る。7ブロックを得る。こいつをまずは倒そう。こいつのデバフ何なんだろう。こいつ倒せるよな。よし、倒した。さて、終了。今使っても意味ないか。終了。成長。効力アップ。わあ。倒せるかな。10のダメージを与える。ブロックも得る。さて、やはりそうなるか。そいつは困った。
はい、OK。前回プレイしたキャラクターでいうところのパーフェクトストライクだったかな。あのタイプのカードが今のところないのが辛いね。スライス5のダメージを与える。微妙。カード1枚引き1枚捨てる。微妙。知力毒4を与える。毒かな。これ毒4ってでも、あれなんだよね。少ない。4ターンだから4のダメージ？それだったらこれを一気に使った方がいいよね。消費ゼロだし。さて、エリートボスだ。これで、うわ、3体。これは一体どういうタイプのバトルなんだ？うん、デバフをっていう予定じゃん。デバフ。デバフを一回無効化。あ、これそれなんだ。アーティファクト。デバフを一回無効化。なるほどね。脱力。打ち消し。だよね。一応取っておこう。OK。で、ブロックもこちらは得たとして、9のダメージを得る。OK。今はこのターンこれは必要ないので、こちら、さらにスライス。OK、ターン終了。デバフが怖いなぁ。一体どういうことなら、勝負か、エアリアルか。さらに、めまい。4枚か。多いなぁ。デッキの総数自体が少ないからね。こいつは参った。防御。一枚捨てる。そしてこいつに攻撃。次のターン1体ぐらいは倒せそうだな。中央のやつね。ダメージ対比。またやれるか。合計6枚か。手札全部あれの可能性あるな。ダッシュ来てよ、ダッシュ。ただダッシュを使う必要はないな。こいつを通常に撃破。残りはこれで始末してしまおう。さあ、ターン終了だ。わあ、これエアリアルかな。エセリアルか、ごめん。エセリアル計4枚か、また。半端じゃねえぞ。半端じゃねえぞ、これ。とっとと、一体ぐらい倒したいところ。痛い。あれは捨て札にまた行かないのか。捨て札に再度行かないということは、また引く可能性がないということなので、素晴らしいといえば素晴らしいのだが。脱力1、まあ与えられないんだけどね、厳密には。惜しい。倒せてたら一番良かったんだけど。ちなみにポーションを使ってれば一応倒せたよね。おお、怖い。さて、ブロックでこれを捨てる。無難にこれとこれで。OK。ダガースロー。ダガースローか。ダメか。倒しきれないな。ダガースローで。よいしょ。めまいを結局引いてしまったね。残りはこれで。叩いてしまおう。めまい。倒した。さて、やっとレリックが一つだ。お、これはデッキを3回シャッフルするたび。エナジーを2つ得るか。重なってしまっているけどね。多分日本語化した影響なんだろうけどね。しょうがない。バックフリップ。5のブロックを得る。カードを2枚引く。おな、飛び膝蹴り。8のダメージを与える。次のターン、エナジーを得るか。これにしとこう。なかなか使えるカードが多いね。さて、休憩はできるだけしないようにしたい。カジ。ちょっと強化しよう。ブロックは普通に強化だよね。これもダメージ9にする。ストライクは今のところどうかな。11のブロックを得る。カード1枚捨てる。OK。無力化は ?4 のダメージ与える。脱力2を与える。OK、OK。ダガースロー12のダメージ。なかなか使えそう。ダッシュプラス13。串刺しは10のダメージか。これにしようかな。8のダメージ。スライス使えるな。飛び膝蹴りは11。とりあえず串刺し。強化。ちょっとしたダメージソースとして使っていこう。選択肢が限られているからね。バトルスタート。なんだこいつ。何これ。
HP が 50% 以下になると2つの小さなスライムに分裂する。アシッドスライム HP は分裂時と同量。OK。デバフを使おうとしてやがるこの畜生。とりあえずこれを使っておこうかな。イザースライス。スライスもあるね。OK、これ。50% 以下だよ。分裂しないのかよ、お前。分裂するようだね。分裂したら速攻で何か技使ってくるかな。そんなことないよね。ごめん、30だったから、15、15になるかと思ったんだよ、敵ね。15、15じゃないんだ、お前ら。わかったよ。防御すりゃいいんだろ。こいつら、毎ターン攻撃かな。ちょっと念のため防御するけど。これでも5ダメージ負っちゃうんだよね。さて、脱力、ブロック、どれ捨てようかな。納豆、これ、1枚引いて、どうしよう。これで、防御ちゃんとしとこう。後がきついからね。負傷潮吹か。 OK、 絵柄がかっこいいよな。負傷防御2のダメージは確実に負うか。しょうがない。惜しい。なめる、なめる。だって脱力。うわっ、残り全部これか。攻撃したかったんだけどな。てか、ねえ、戦闘でこいつ倒したかったんだけど。どうしようかな。とりあえず、飛び膝蹴りかましといて、串刺し。スライス、スライスは地味に使えるな。脱力か。さて、うわ、防御しかねえ。せっかくこのターン一つエナジーもらえたのに。攻撃がしたかったな、俺は。こいつ地味に苦戦してるけど、エリートじゃないんだよね、一応。死毒、不意打ち7のダメージを与える。脱力1を与える。飛び膝蹴りで地味に強化していこうか。ここはこちらかな。ここすごいイベントが重なる位置があるんだけど、ちょっと危険だな。どうしよう。よし、とりあえずここはまあまあ取るとして、ペン先アタックの使用10回ごとにダメージが2倍になる。一度だけってことだよね。さてどうしようか。カードの強化もあるんだけど、イベントも気になるな。ただカードの強化は狙う場合、ここ2回連続なんだよね。こちらに狙おう。火事。さてストライクだが、スローダッシュだろうか。飛び膝蹴りはいくつになるんだ。11のダメージか。脱力にも大きいしな。ただ現状そこまで強力なカードが実はないんだよね。13にしとくか。ダッシュその方が使えるだろう。はい、戦闘。あ、こいつ嫌い。小空が攻撃するたび15ゴールドを支払わなくてはいけないのか。おのれ、クソ泥め。さて、こいつを使って脱力与えて防御したいと。ちょっと足りんな。これで。1回しか攻撃できないけど、それでも普通の攻撃よりは強力なんだからね。ダメージを与えなくてもゴールドはもらわれる、もらわれるじゃないと取られるんだよな。ダガースローか飛び膝蹴りか。ダガースローか飛び膝蹴りか。飛び膝蹴り。防御、防御。ダメージは食らわない。こいつ逃走しそうだよな。ブロックか。そうは問屋が下ろさない。このターンで終了させてもらう。いやー、
さあ俺の金を返せ。取り返した。悪夢、手札のカード1枚選び、次のターンそのカードの複製を3枚手札に加える。これ使えるんじゃない？3のダメージを5回与える。8のスライスか。強力だな。悪夢がすごい強力。取っておこう。こちらで。休憩を挟まない。火事。悪夢の強化をしたいんだけど、やはり下がるだけか、コストが。3だからね。どうしようかな。悪夢は絶対使えるよ。例えば、この悪夢と、このスライスをセットで使うと、3回スライスが使えるんだよ。ゼロでね。もちろん。かなり強力だ。それこそ飛び膝蹴りを3枚複製するだけでもだいぶ違うんだよな。とりあえず悪夢は使い勝手が良くなるように2にしておこう。悪夢プラス。なんだこいつは。攻撃か。ちょうどいいところにダッシュがあるんだな、ここに。脱力。ダッシュ。飛び膝蹴り。アンドスライス。ちょっとトリッキーなデッキになってきてるけどね。現在使用してるデッキは。はい、よっと。攻撃力がだいぶ上がってきた。防御力もいい感じで上がってるしね。あー、ダメージを与える敵全体。これはいらないかな。民衆はカードが入れるブロック中央上昇で男子を用意めていく状態で、あー、いらない。次のターンを終える。エナジーを2つ得るのか。すべての敵に4のダメージを各2回与える。あ、強い。強い。ただ1体の敵に対しては微妙だけど、2体敵がいたりとかするんだったら強力だね。強いなぁ。でもここは無難にこちらかなぁ。ダッシュ。さて、イベントかこちらか。レリック足りないし、イベント見てみようか。光り輝く光の筋が部屋の中心を照らしている。あ、前にもあったな。それは、温かな光と魅力的な形状であなたを招き入れた。ランダムなカード2枚アップグレード。HP14 を失う。これで。防御とストライカー。うわー、一番いらないやつりゃー。やー、立ち去る。ということで、こちら。あ、今回は急速で、ボス部屋前なんで。進む。さーて、ボスだ。やっちゃう。あれ前回と違うね。未知の敵。何？未知。この敵予定したら不明。攻撃ではない。攻撃ではないんだ。攻撃ではないなら。攻撃ではないなら攻撃をこちらがするしかないのではないだろうか。とりあえずダガン開けとこう。OK。まあ、一番攻撃が出るやつだよね。単終了。HP やっぱ高いな。250か。バフだよね、これ。何それ？ 6×6 って何？嘘でしょ、ブラザー。ちょっと待とうか。はい。ダウンしましたけど、これ終わったな、俺。どうしようね、これ。ちょっと困ったな。ちょっと待ってよ。あ、これ先に使っとけばよかったな。とりあえず毒つけとこう。やっちまったな。やっちまったな、おい。半分近く削られたよ。あ、毒が1につき1ダメージか。ターン開始時 HP5 を失い、毒が1減少。あ、これどうしよう。どうしようかな。6のダメージか。悪夢を今は使うのやめておこう。瓶酒飲む。OK。ストライク。筋力も使っときゃよかった。忘れた。やけどか。6？ 筋力2を飲む。さて、まあ、ブロック。やれることはやろう。スライス。コーヒー、コーヒー。いや、それ以上できないんだけどね。防御がちょうどだ。やけど負ったような気がしたけど違ったか。
これはなんだ、バフとデバ、ブロックとバフの機種用か。脱力与えても意味ないけど、カード1枚捨てる、いらんな。これが一番強力か。まあ使うだけね。防御か、 7×2。 これで十分。 OK、 終了。ああそうか、リロードするために2を得るってやつがあったんだった。なるほどなるほど、今気づきました私。24のダメージを X 回与える。殺せないか、殺せる、殺せるな。よし、ちょうどあのコイルが2倍になるやつと重なったのが良かったね。残像、カードを1枚使用するたび1のブロックを得る。パワー、おお、これ強力だ。ランダムなポーションを入手する。発揮、司令か、スキル使用するたびランダムな敵に3のダメージを与える。これで地味に使えるやつばっかや。ルーニックピラミッド、ターン終了時に手札を捨てなくなる。ターン開始に引くカードが1枚少なくなる。あ、強力。呪いさんとレリックさんを取得する。呪いはデメリットカードとしてあなたのデッキに残り続ける。でも破壊できるよね。ターン開始時2枚カード追加で引く。戦闘開始に混乱、いらんな。これか、これで勝負か。手札にある状態で他のカードを使用するたび HP-1。 武器を使用時、ターン終了時に破棄する。勝負かか、後悔、潮吹か。ターン終了時に手札のカード1枚につき HP が -1。 わー、ちょっと後悔本当に。はい、取ったの。敵に毒を与える際、追加で毒石を与える。山札を見たときカード並び順通りに表示される。折り鶴、脱力持つ敵からのダメージが 25% なら 50% 減になる。めちゃくちゃ使えるやつばっかりだけど、毒がな。あ、報酬をスキップするにしちゃった。失敬。あのままこれで報酬スキップしたらね、泣くしかないよ。とりあえず商人を真っ先に探そう。商人どこだ、近いやつ。これだ、何も考えずに商人だろ、まずは。じゃないと自利品。ということでここを狙おう。また卑猥な形状した野郎が。プレートは単純10のブロックより行為によって HP を失うと、プレートはまが1減少。オッケー、武器用か、潮吹かなだけだよね。オッケーオッケー。10のダメージをしようとしている。嫌なやつだな。ダメージやめようぜ、ダメージ。これしかなくね。さてどうしようか。8とあれか、長引かせたくはないが、これしかないか。決定。ダメージを与える、さらに与える。使っても意味ないんか。1回ぐらい攻撃してくれないかなと思ったんだけど、ダメだった。12、後悔、ショターン終了時に手札のカード1枚につき。嫌だな、どうしようかな。うわ、ほんとどうしよう。ほんとどうしようかな。まあ使えないことはないけど、悪魔が残っちゃうか。これと防御とストライクで OK。 ちなみにこれ HP が減少するなんだよね。あのブロックとか関係ないんだよね。直で HP が削られるやつ。手札の状態でカードを使うと減るか。ダメージ落ちちゃう、気に食わねえな。さて残りのカードで攻撃するか、しょうがねえ。1足りなかった。考えてなかった、やっちまった。あれ地味にきついね。取ったはいいがちょっと後悔。残像、脱力、ブロックしても OK。 これ血使った方が良かったか、考えてなかった。ちょっとやっちまったな。無力か。
攻撃しようかな、これで。いっそ。OK。そろそろ嫌なカードたちがまた手札に来るぞ。来たよ。うわ、2つか。単純に手札のカード1枚につきか。不器用が残ってしまうからな、絶対。あ、自分も含めてなんだ。OK。これと防御1足りこんなものか。足りたわ。カード使うとアップするからね。だがこれだ。これを使用してこれを捨てる。そのためだけに。よし、倒せる。さて、やっとお店だ。スライス。単回指示、敵全体に毒にを与える。パワー。よし。毎度毎度だよね。素晴らしい。ヘイブラザー、いろいろと買いたいものがあるんだけど、万能薬アーティファクト1を得る。発揮。アーティファクト 1? ああ、そのアーティファクトか。なるほど。アンロード、14ダメージ与えるアタック以外のすべてのカードを捨てる。ああ、でも1なんだ。なるほど。ディフレクト4のブロックを得る。ただし0。スライス欲しいね。剣の前。剣の前。剣の前かな。ナイフを2枚手札に加える。用意周到。端子時、カードを1枚保留する。保留にするか。さて、100か。高いな。でも捨てざるを得ない。手札にある状態で他のカードを使用するたび、これ。もう一回できないか。残念。アンロードかスライスか。これがな、ナイフ2枚手札に加える。これがちょっと気になるんだよね。ナイフそんなに強いのかな。ここは無難にスライスだろうか。安いし、セールだし。かなぁ、やっぱり。こんなもんでかな。ダメージを与える。アーティファクト1を得る。カード3枚引く。いや、これでいいだろう。お金ちょっと残しておいて、次の承認でまた入手したカードを売りさばきたいところ。承認さん遠いな。次確実に承認っていうのがないんだけど。承認がない。終わったんじゃね俺。承認ないよね。ちょっと右見たり左見たりしてチェックしてるけど、あとはどこかのこういうハテナマークが商人であることを祈るしかないかな。飛行飛行飛行。アタックによるダメージが 50% 低下。後悔があるよ。単純に手札のカード1枚につきってやつだね。これ先に使っておこう。 OK。 減少するのな。ブロックある。ブロックないんだけど。飛び膝蹴り。はい、しょうがない。ダメージオフ。きつい。3。痛い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 。さて、とりあえず下にあるいるやつだけでも倒したいんだけど。倒した。オッケー。もういらん。余ってるけど。クリックすると順番が見れる。素晴らしい。有毒ガス。有毒ガスでさらに防御。ダガースロー。落ちろよや。ああ、まあこれでどちらにしろ終了なんで、ターン。これ、毎度毎度だよね。素晴らしい。単回指示、HP2 を失い、毒が1減少する。
でも毎度毎度当たるので敵に毒を与えたり追加で毒一を与える。これはスネッコスカル効果発動してないような気がして、あ、してるわしてるわ、3になってるね。2を与えるだもんね。さてできるこいつだけでも倒したいところだが落ちないかな。あ、そうか、このターンにその回数だけ攻撃をすればか。落ちろ。よし、これで何もしてこないのでこいつの攻撃耐えられる。毒デッキ作っとけばよかったな。それはそれでなかなか魅力的なんだけど、毒デッキ面白そうだよね。あいつ落とすか。ターン開始 HP を5失う。ちょっとやりたいな毒デッキ。12のダメージ、こいつをパパッと殺しておこう。脱力ダガースロー、足りんな。お、足りた。落ちろ。さらに毒どんどん追加されていくね。これはやはり毒デッキちょっと使いたかったな。こいつを捨てる、いらねえよ。つまりこれとこのスネッコスカルのおかげで3ずつ与えられるダメージが増えていくんだね。毒デッキいいな。序盤で選択したのがちょっと間違ってたな。バックフリップ8のブロックを得る、カードを2枚引く、なかなか強力だ。っていうかバックフリッププラスじゃないか、素晴らしい。先読み、次のターンを得る。バックフリップかな。ここは防御もちょっと固めたい。さてどうしたものか、商人を引きたいのでこちらの方。墓石群を通り抜けていくと丸い部屋があり、中央には宝石がはめ込まれた石碑が置かれていた。棺に何と書かれているのかわからなかった黒い煙が横から漏れ出ているのに気づいた。修復か天武、ああ初期に出るってこと。 50% リリックを受け取る、 50% の確率で苦悩か。はい、苦悩だった。蓋を押し開けてみると、すると解放されるヘリは部屋に充満した。中に遺体らしきものなく、レリックがあるだけだった。それを手に取ったあなたは先を急いだ。咳が止まらない。血のガラス瓶、戦闘開始 HP2 を回復。ああ欲しかったやつだ、こういうの。これはいい。ただまたイランカードが入ったね。で必ず書店に来るという。不器用もあるね。なんて不器用な主人公なんだ。うわお。さてどうしようかな。飛び下げる飛び下げる飛び下げる、やりたいけどブロックするよ、無難に。ブロックするともさ、飛び下げりスライス。何これ、アタックでダメージを受けるために5のシャープ Y ブロックを得る。ブロック、血は種が発動するために増加する。ターン開始時、種の数値は3に戻る。あ、オッケー、了解した。痛い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 。毒を与えるか、与えようか毒こいつに。デバフか、デバフだな。うわー、これ可能な限り手札減らすしかねえじゃねえか。オッケー、ターン終了。失礼。残像。参ったな、これ。こいつ早く倒すためにこれ使おうかな。3のダメージを食らってしまうか、27。割とダメージ進行してるな。きついきつい。毒ガス使用するしかないか。うわ、防御がない。ブロック12を得る。今使わずいつ使うというのか。カードを使用した時にブロックを得るという効果があるのはいいんだけど、それでも5のダメージか、22になる。ギリギリ。デバフ来るぞー、デバフ来るぞー。
ダッシュダッシュダッシュ2回か。バックフリップでカード2枚、やっといても問題なかろう。さて残り19、下手すれば次のターンに倒せそう。これか、 HP 減るやつやないか。困ったな。おしとした。わあ、ダメージ蓄積してる。大丈夫かなこれ。足払い、足払いだ本当に。脱力2を与え12ブロックを得る。毒の日差し5のダメージを与える。毒3を与える。どっちロール、4のブロックを得る。次のターン4のブロックを得る。毒の日差しで今更毒デッキ狙う。あーくそ、本当はこっちに行きたいんだけど、レリック欲しいんだよね。でその後ここあるんで、よし、ダメ元で行く。これで死んだら死んだで数多いな。後悔が手札にすでに来ているよ。どうしようこれ。敵全体だけこれ毒ダメージを与える。まあこいつが明らかに強力そうなお方なので。さてブロックか。オッケー。後悔が手札になるので無駄に使う。3のダメージか。痛い、本当に痛い。死ぬと思う人。はーい。すごい、かつてここまで追い込まれたことがあっただろうか。さてどうしようかな。残像はちょっと待てよ。これ下手するとこのターンで死ぬか。ダッシュで10ブロックだろう。サバイバーでさらに8、生き残れるな。こいつ捨てるカードはブロックか。この時点で大丈夫か。 OK、 スライス。残像できれば使いたかったけど。霊気、高速。高速とは一体。インターネットでアタックカードが使用できない。ほほー、そりゃ困った。最高じゃねえか。参ったな。これ通るぞ、敵の攻撃。通るよねこれ。うん、通るね。よし、終わった。はい、終了。今回の週は早かったな。敗北は、なんやかんで初めてで敗北するの。さてさて、あー足りない。惜しい。惜しくはないか。メインメニューへ戻ると、普通にこちらの方に戻るとこんな感じでね、所持していたカードなどが全部なくなっちゃうんだけど、残念、今回ワンロックも何もできなかった。うわ、辛い。辛いわ。もうちょっといけると思ったんだけど、まあ、何やかんやでゲーム現在、前回と同じだったら3マップしかないので、その、半分までは行ったんだけど、まあ、2マップ分しか行ってねえのに何を言うっていうね。まだ結構見てないのがありましたね。次回やるんだったら毒デッキをプレイしてみたいですね。ということで次回リベンジでまたサイレントでプレイしてみたいと思います。残念。もうちょっと行きたかったな。次回こそはという感じで。ただ、あれなんですよね。ボスを倒した時に3つレリックが手に入るっていうの割といいですね。入手するデメリットのカードも運よくショップを早々に見つけることができればなんとかなる感じですよね。そこら辺でも気をつけないとだけど、結構引いていたカード自体は運良かったと思うんだけどね。デッキに入れてたカードはこいつも強いね。やっぱりレリックもいいものが結構来てたし。残念。では次回こそリベンジを。ということでまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。